カジュリー駅じゃなくプル鉄道、またはネパール鉄道はネパールとインドの国境沿いの狭い空間で走るネパール唯一の鉄道。ネパール東部の町じゃなくプルを中心にして約 51km の路線を持つ鉄道である。現在はネパール唯一の鉄道。かつてはネパールガバメント鉄道というインドのラクソールを起点にビールガンジを経由して カトマンズを目指し、5 0トルほど敷設された路線もあったが、1950年代に廃線となった。起点となるジャイナガルはインドに属し、そこから両国の国境をまたいで、ジャナクプルに出て、さらにビサルプラまで路線を伸ばしている。1935年にインドを植民地とし、インドとネパールの国境沿いで期間7 6 2ト、mm、ルの 京弁鉄道企画で付設した。国際列車ではあるが、インドネパール国民は、相互の国を無審査で往来することができるため、国境を挟む領域での出入国管理業務などは、ない。そのため、日本人など両国民以外の人は国境をまたぐ、カジュリジャイナガル間、約8キロメートルは乗車できない。しかし、鉄道局員なども、国境の意識が薄いため、 明らかな外国人に対して、カジュリジャイナガルカンを含む乗車券を販売したり、あげくの果ては、列車の中で待機していればすぐ折り返すから問題ない、と、密入国を推奨するありさまだと言われている。なお、機関が特殊であることや、経済的事情から、蒸気機関車が1994年に至るまで使用され、世界の鉄道ファンからも注目されていたことがあったが、 現在ではインドから譲渡されたディーゼル機関車に全て置き換えている。また、客車の方はかなり老朽化したものが今でも使用されていて、列車は乗客で鈴なりになり、屋根にも人が乗った状態で走るのが日常化している。保線状況も悪く、ジャイナガルジャナクプルカン 29km に約2時間を要している。それでもファーストクラスとセカンドクラスがあるに等級生を、 採用している。2000年当時、ジャイナガル・ジャナクプル間に3往復、ジャナクプル・ビサルプラ間に1往復の旅客列車が設定されていた。将来的には、ジャイナガル・ジャナクプル間をインドにおいて使用されている 1676mm の後期に改め岸、ジャイナガルで接続しているインド国鉄から直通運転を行う構想もあり、インドは2004年にそのための調査団を 派遣したりしている、本線を走る列車、ありがとうございます。